はいみなさんこんにちは村長です今日はシンセサイダー v にボーカルトラックを作っていく要領を少しお話ししたいと思います村長ミュージックスタジオ今画面にありますようにトラックには メロディのミディトラックが入っています一部分ハーモニーのようにダブって入っているところがありますでもこれはシンセサイダー V に行ってから処理をしますただしスタジオワンの場合でも他の DAW でもまず MIDI がこのように重なっている場所がありますこの場所を処理しないといけません それはどのようにするかというと、いわゆるこういうのをオーバーラップと言いますがこのオーバーラップを解消しないといけませんドラッグにあるをすて選択します僕は今左手デバイスのストリームデッキを使っているので登録してあるんですが皆さんにも分かりやすくするためにマウスですべて操作します。 スタジオワンではアクションを選んで長さというのを選択します。そうするとオーバーラップ修正、レガート、レガートプラスオーバーラップ修正などがありますが今回はこの真ん中のオーバーラップ修正をかけます。OK をします。はい。そうしましたら先ほどオーバーラップしていたところはきれいに取れます。 シンセサイダー V では音符の重なりは NG ですので、まずここを気をつけます。そして MIDI の書き出しをします。まず選択しておきます。そして実行します。そして MIDI ファイルに書き出します。ループと MIDI ファイルがあるので、MIDI ファイルの方を選びます。 任意の場所に保存してください。僕の場合はスタジオワ o n e のデータを保存している場所に保存したいと思います。書き出しが終了しました。それではこのトラックにシンセサイダー V を立ち上げたいと思います。 メロディーのトラックはミュートしておきます。画面を大きめに設定しました。そして今書き出した MIDI ファイルを読み込みします。ファイルから読み込みを選択します。そして MIDI ファイルを読み込みます。 はい。このようにデータが読み込まれました。上のハーモニーの部分と、ここですね。下のシュメロの部分が重なっていますので、このように緑にグレーアウトしています。その部分を選択して、そしてグループにしておきます。先頭、ここでグレーアウトしていますが、 これは気にしないでください。グループにはちゃんとなっています。次にあと2箇所同じような箇所がありますのでチェックします。今度は選択が少し難しいです。コントロールキーなので一つずつ選択していかないと できない部分もありますのでこのようにしてハーモニー部分を選択していきますここもグループにしておきますもう一箇所を選択します そしてまたグループにしておきます3つのグループができましたそうしたときにまず1個目のグループからハーモニーのトラックを作っていきますここで新規のトラックを作ります色が変わるので便利ですよねここで、 ドラッグするだけで入ります。正確に入れるために上の表示メニューからトラックの方のクオンタイズを四分音符ぐらいにしておいて入れやすくします。そうするときっちり合いますね。 グループになっているところはこのように色が変わっていますのですごく分かりやすいです。 これで、ハーモニートラックができました。あとは、トラックの位置でいらなくなった部分を削除します。はい、このように、 少し見ていただいたらわかるでしょうが別のトラックにあるデータは棒線だけで色分けされて表示されていますこの辺も便利ですね続いて歌詞の入力に行きます歌詞の入力はあらかじめこのようにテキストで打ってありますただし一番上の方はタイトルになりますのでこの部分はいりませんそして 一部ちょっとここで歌詞が抜けているところもありますがそこは後から修正を考えます。これをこのようにコピーをします。そして僕は便利なツールを使っています。それはこのサクラエディターという Windows の無料ソフトです。これを立ち上げます。そして貼り付けます。このように貼り付きました。そして、 ここで少し修正をしていきたいと思います。それには、僕の場合、ここでマクロを設定しています。ツールメニューからキーマクロの読み込みというのを設定します。ここで、ボカロ用というのを設定しています。また、この詳細については別動画でお話ししていますので、そのマクロの使い方を少し皆さん勉強してみてください。 あとはこれで実行するとどうなるでしょうかキーマクロの実行をしますすると一文字一文字にこのようにスペースが入ってデータが作られるようにしていますシンセサイダー V ではこのようにスペース区切りにしておくととっても便利ですもしかするとこの地球というような場合キュウ ということでここにスペースがいらない場合もありますそれは MIDI のデータに合わせてやればいいと思いますですから地球というところを除いた中でこれを選択しますそしてコピーをしますまたシンセサイダー V に戻りますこういう時は多めに選択をしておきます 本当はこの辺までです。このように選択をして Ctrl-L を押すと文字を一括入力できます。そしてこの部分に今選択したものを貼り付けます。このようにですね。そして確定を押します。ふわりゆられくらくらと はい、歌詞を確認していなかったので本来はふーわりじゃなくってふわりでいいわけです。ここでこのようにふーうーが別々になってしまっています。もう一度貼り付けてやってみます。 ここういういとですね。じゃあこれでもう一度貼り付けますじゃあ再生してみますはいそしてこのようにしながらちょっと途中を飛ばしますが作っていきますはい最後の部分まで来ましたこのように、 選択をしまして、エディターを見ます。はい。伸ばす音はいらないので、こうやって切ります。お目目覚めたピカピカの宇宙、中が一つになります。これで選択をします。コピーします。そしてソフトに来て、そして コントロール L、ライコスの L ですね。そして、すべてを選択して貼り付けます。U のところにスペースがなかったので、こうやります。ちょっと聞いてみます。はい。こんな感じで、最後まで 歌詞ができました。まだ細かい調整というのはやっていません。聴いてみます。両手広げ、と、上わかめじゃん。 ピカピカの宇宙。はい、このように聞いていただきました。次はハモリのパートに移っていきたいと思います。はい、この曲というのは男女の混声合唱のような曲なんですね。ですから、そこらを作っていくために、いろんなところを男性にするか、女性にするかを考えるためにトラックを複製したいと思います。 先ほどのグループのデータがありますが一応グループのデータは削除しておきますそしてすべてを一度選択しますそしてグループにしますそして新しいトラックを作成します そして、玄武という男性用の声を割り当てておきます。そして、ここから持っていきます。そして、揃えておきます。揃えました。じゃあ、ここを作っていきたいと思います。まず、聞いてみましょう。 ふわりゆられぷらぷらとふればおめめさめたピカピカの地球一回音域を調整します。これ、オクターブ上げてみます。コントロール U です。もう一度聴いてみます。ふわりゆられぷらぷらとふればお。これではダメですね。オクターブ下げます。コントロール D でダウンです。 いや最初の部分はこのまま行ってそしてここからハーモニーになります3度上げします今気温が D ですこのキーは D のキーの歌ですのでファーのシャープまで上げたいと思いますそしておかしいところはこのように上げたいと思います これでどうなったかちょっと聞いてみます。ふわりゆられぷらぷらとふればおめめさめたピカピカの地球。このようにして男性の声と女性の声をうまくミックスしていきたいと思います。 ふゆられプラプラとふればおめめさめたピカピカの地球いろいろ試行錯誤していきます。ちょっと早送りをしたいと思います。はい、とってもはしょりましたが、シンセサイダー V の3つのパートが完成しました。一度、この状態でどんな風になったか聞いていただきます。各 三つの歌声は誰がどこを歌うかその辺のところをちゃんと分類をいたしました上の方を見ていただいたらざっくりわかると思いますここまでのところを少し音を鳴らしてみますふんわりゆらりぷらぷらと振ればめめさめたピカピカの地球 想像のリズム体揺らし夢のメロディー心弾むよゆら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 ハッパドレスを身にまとい木漏れ日を泳いで行こうキラ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  キラキラキラ「キクレマモスおしゃべりパンダは」<わ>はい今聞いたところ少し下のパートだけになった時この赤いパートの時に少しブレス成分が多すぎるように感じましたちょっと見てみましょうはいここでブレス成分を。 入れてありますそしてテンションがちょっと高すぎるのかも分かりません確認してみます。 マキマキさんの声ですライトバージョンであるせいか少しノイズのようなものが載っていますこれはしょうがないかもわからないですねじゃあこの完成したファイルを書き出ししてみたいと思います書き出しはこのアイコンです左側僕は左側に設定しておりますが初期値ではこのバーが右側にある場合が多いです そうしましたら、このようなレンダリングというタブが出てきます。通常はここにマスターにチェックが入っているんですが、このマスターは外しておいて、バラバラに出力をしたいと思います。ここで確認することは、モノナルで出そうと思っています。そして、一つ一つ別々のトラックで、なおかつブレスの成分も別トラックとして、 書き出したいので、このここの部分ですね。これが重要ですが、ブレスを追加ファイルとしてという風になっています。ブレスを追加ファイルとしてというのを選択して、3つのパートを別々に出してみたいと思います。あと、ビット深度は16ビットのサンプリングの周波数は44.1で、僕の場合は出します。 皆さんの環境に合わせてください。ファイルに出力というのがありますので、そのファイルに出力をクリックします。すると、このエクスプローラーの結果のように、書き出し、そしてトラック名で、ついになったようにブレス成分が出て、6個のファイルが書き出されました。これをスタジオワンの方に読み込みます。本来はこのようにしなくてもいいんですが、 まだシンセサイダー V に若干のバグが残っているのかこのままプロジェクトを再生するとタイミングが若干ずれる場所とかがありますそれが気になるので僕の場合はオーディオファイルに書き出していますここに読み込みましたそしてシンセサイダー V のトラックはいらないのでミュートにしますそしてこちらの方は オンにします。今都合上もう分かりやすく色なんかも同じような色に揃えて3つのトラックを作っています。カラーを変更するのは例えばこの2つでしたら2つを選択しておいてそしてもう少し分かりやすい色にしてみましょう。このよよううにに、しなががら、パートすすごく分かりやすいように しておけばいいと思いますもちろん MIDI を書き出ししたメロディのトラックとかいらないトラックはこのようにミュートをしておきますそれではオケ、OK、に合わせて聞いていただくわけですけれども今日はミックスの勉強ではありませんので簡単にだけ説明しますがこのピアノオケのところに トラックスペーサーというソフトを入れていますこれですねこれはボーカルが入った時にピアノがそのままの状況であればどうしてもピアノが買ってボーカルを打ち消してしまう場合がありますいわゆるボーカルトラックに隙間を与えてそしてボーカルが聴きやすくなるようなツールです人間のように伴奏を聴きながら 歌ったわけではないですので、強弱という意味ではなかなかラウドネスをきっちり設定しないと埋まる場所も出てきますが、特にこういうシンセサイザー v やボーカロイドでは、このソフトはとても有効です。ちょっとだけ動きを見てみてください。 このようにボーカルが入った時にピアノを落とすような動きになります。下に落としているのがピアノのトラックで入ってきているのが上の波形で確認できます。これはここにサイドチェーンがあります。 サイドチェーンンを青くオンにしていますそしてこのボーカルの3つのトラックから音を送って音が入ってきた周波数のみ瞬間にピアノのオ、OK、ケを若干落としています。またこれはなかなかアマチュアさんが買えるような金額ではないんですけれども。 最近はアメッックのの9099といいうこのチャンネルストリップを使っています。音がとってもいいんですが悲しいかな価格が定価で5万円を超えるぐらいの価格がしますので僕もずっと買えなかったんですが先日ブレインワークスの水害があってそしてそのキャンペーン応援ということで 発売元のプラグインアライアンスがキャンペーンをしたので約半額ぐらいで購入できました今僕がたくさん使っているチャンネルストリップの中でも一番音が良く操作性もつまみがいっぱいあるようですがとっても分かりやすいインターフェースになっていますマスタリングにはこれも少し高価ですけれどもシャドウヒルズのコンプレッサーを入れ その後ろにこれもブレインワークスの新製品であるリミッターを入れていますそして最後には YouTube に出しますのでターゲットを 14LUFS という値にしまして大体そのぐらいの音圧になるように調整していますちょっと見てくださいメーターをリセットします 「ピカピカの宇宙」まあこんなところでしょうか今日は先ほども言いましたようにミックスのお話ではありませんのでこのようにしてシンセサイダー V の音をメロディーのトラックからミディに書き出してそしてそれを読み込んで調整をしていくような一通りの流れをご説明しました。最近 AI 歌声合成がとっても良くなってきて、ニュートリノであったりとか、かなりいい感じの自然な歌声が使えるようになってきましたので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。もしよければチャンネル登録などもよろしくお願いします。村長でした。